美しく気高く僕らを照らして光り輝くアワラスター、それは僕らの使命。子供の頃あったよね将来の夢。あわら市船津にあるあわら温泉旅館会館。この日はあわら温泉の旅館から代表者が集まり、ある会議が行われていた。その中心人物が福井県観光連盟に所属する佐竹正則さん。行われていたのは観光マーケティングのデジタルトランスフォーメーション、いわゆる DX の推進に関する打ち合わせ。福井県の観光全体を考えるとですね、福井県が観光振興すればするほどあわら温泉に来るんですよなので、あわら温泉のその宿泊状況がある種福井県全体の観光の効果測定にもなるし、需要予測にもなるんだろうなっていうふうに思っていて、なのですごく重要なエリアだなというふうに思って、この辺を一緒に構築していけないですかねというところになっています。佐竹さんが取り組んでいるのは、来年の北陸新幹線敦賀延伸開業に向けて福井県の観光を盛り上げるための下地作り。それもインターネットを活用したマーケティング戦略の仕掛け人だ。やっぱりその多分どのメディアも一度は北陸新幹線が福井まで行ったよって報道すると思うんですよね。でそうすると、認知は上がるので、ある程度やっぱり人は来てくれる状態になるんだというふうに思います。で来ていただいて、その人たちがお金を落としてもらえるようなものとかこととかエリア、そういうものをどんどん整備していくっていうことですね。観光の振興っていうのがその地域の活性化の、一つの、ツール、材料だというふうに捉えられてますので、その意味で福井もそういうチャンスをですね、生かして、地域経済をいかに観光で活性化させるかというところの、仕組み作りというかですね、そういう仕事になってます。100年に一度と言われる観光ビジネスにおけるビッグチャンス。そのチャンスを生かすためにも、インターネットを活用したマーケティングは喫緊の課題となっているのだ。あわら市出身の佐竹さん、その経歴には目を見張るものがある。神戸の大学に進学後、ヤフーに入社。 IT がまだ世間に浸透していなかった黎明期、インターネットという革新的な技術の可能性に驚きと期待を抱いて業界に飛び込んだ。しかし実はその根幹にあったのは、高校時代に抱いた福井に対するある思いだったという。高校生の時に大学をこう、選ぶというか、進路を選ぶという時に、なぜかそのこの福井を面白くしたいというふうに思ってしまったんですね。で、ずっと実はそれを持ち続けて今まで来たんですけど、その福井を面白くするための一つとして、観光っていうものが あるんじゃないかっていうことで、ちょっと神戸の方に行って、大学進学したんですけど、そこから東京に出てなんですけど、当時インターネットっていうのがどんどんこう使われ始めていた時期で、やっぱりこのインターネットっていうのもその地域活性にはものすごくその役立つというか、強力なツールになるなっていうのをすごく感じていたので、なので、そのあたりからその観光でその地域をいかに活性化するかとか、もしくはそこに IT とかデジタルをうまく活用して地域を活性化させるかとか、その辺がこうミックスしていろいろやらせてもらってたっていう、そんな感じですね。福井市宝永の福井県観光連盟。佐竹さんの現在の肩書きは観光地域づくりマネージャー。東北の震災をきっかけに IT を活用した地域活性化を担う地方創生プロデューサーとして自治体をサポートしてきた。その手腕を買われておよそ2年前、観光連盟に出向してきた。
観光マーケティングの革新を図るべく取り組んだ一つとして、観光連盟が管理する観光サイト福井 .com 内でサイトのアクセスデータやアンケートデータを公開した。サイトに訪れる人がどのようなことに関心を持っているのか、興味を抱いているのか、すべてを可視化しオープンデータとしたのだ。通常そのアンケート、行政がやるその観光地域のアンケートとかってどうしても行政の中だけでしか見てなかったりするので、まあ、今回はその民間のプレイヤーの方、観光プレイヤーって言ってますけど、まあ、事業者の人たちが稼いでいただけないといけないので、まあ、そういう人たちがいつでも直接その見ていただけるようにということで、あのオープンデータ化っていうことで誰でも見れる環境に持っていったっていう形ですね。ここの活用を、していただく仕組み作りも、まあ、これから同時にやっていかなきゃいけないなというふうに思ってます。もう明るくてもあの福井のことをこう考えて真剣に仕事をされている方だと思います。そうですね、本当に福井県だけじゃなくて日本全国ですね、観光に関するデータってなかなかこう収集しづらかったりするんですけども、これをあの福井県初でですね、こう全国に広げていけるような取り組みっていうところもできるんじゃないかなと思ってまして、新幹線開業に向けてですね、そのデータを活用するところまであの連盟の方で、事業者様を支援できればなという形で考えております。あわら市温泉5丁目、温泉5丁目酒場という店に佐竹さんの姿があった。人と人がつながる場所をコンセプトにしたバーで、マスターを日替わりで変えるというユニークな取り組みの店だ。佐竹さんはたまたま知り合った主催者と意気投合し、この日はあわら市の観光や街づくりに携わる方たちとの意見交換に招待された。在来線とか新幹線で福井に来ているっていう人たちはこれぐらいの割合なので、それの中身っていうとこんな風になっていて、肩肘張らない場所であわら市の未来をざっくばらんに語り合う。この会につけられたのはあわら市の未来を考える妄想する会。年齢や立場関係なくあわら市の未来を考える、本気で真剣に、だからこそ面白い。何やるにもとりあえず妄想って大事だと思っていて、だってこういう風になるといいよねっていうものがないと、なんかこう何て言うの、やることが出てこないっていうか、そのうちなんかこう妄想じゃなくなっていく瞬間があって、やっぱこれとこれをやろうとかそういう風に出てくると、それをなんかこういうところにこう顔出してる人たちが自分たちのできるを持ち寄って一つ二つ形になっていくみたいな、なんかそういうのをこういろんなところで民間レベルで積み重ねられると街は面白くなるかなっていうのがあって、まあ、やっぱり他県と比べるとですね、あの観光客はたくさん来ているかというとやっぱそうではない、まだまだそういう状況だと思います。まあ、なので逆にその伸びしろがいっぱいあると、可能性しかないというふうに思っています。観光ってそのツールだと僕は思っていて、あのその観光というツールを利用してですね、あのいかに経済を回すかとかですね、なのでその意味ではその地域 その農業者も商業者も宿泊事業者も小売事業者も行政もあと交通事業者もみんながその一つになってですね、観光というツールを使い倒すみたいな、あのそういう状況を作っていくのがいいのかなというふうに思います。ずっと抱いてきた福井を面白くしたいという思い、観光というツールを用いた街づくりという挑戦はここからが本番だ。あわらスター、だから君は輝き続ける。